都内は今日も真夏の暑さとなった中、台東区の上野公園では氷の彫刻の技術を競う全国大会が開かれました。夏の太陽が照りつける炎天下の下、今日はまたそれとは対照の涼しさを誘う氷の彫刻なんです。強い日差しが照りつける中、台東区では44回目を迎えた全国氷彫刻展が開かれました。全国から集まった100人の参加者が重さ135キロの氷の塊にのみや彫刻刀を入れて削り、50分以内に一つの作品に仕上げていきました。技術を競うため、完成後30分間は形をとどめなければならないのも大会のルール。炎天下の中、氷の彫刻はみるみるうちに溶け始め、参加者にとっては厳しい戦いになりました。一方で会場を訪れた人たちは氷の芸術を真剣に見つめたり、写真に収めたりして、束の間の涼を感じていたようです。氷をね、こう芸術まで高めたっていうね、それも素晴らしいし、僕暑いの苦手なんですね。すごく汗かきなんですけど、でもなんか見てるとこっちに夢中になってしまって暑さも忘れちゃいますね。都内では今日練馬で33度6分を記録しました。明日以降も気温が30度を超える見込みで、気象庁は体調管理に十分注意するよう呼びかけています。